フラの炭鉱物語、上フラの八景、和田草原とどんぐりの里。上フラの町は北海道のほぼ中央、フラの盆地の北寄りに位置しています。旭川空港からは車で50分ほどの距離にあります。上富良野町の町は雄大な十勝岳連峰のふもとに広がります。そのため町のさまざまな場所で美しい山並みを見ることができます。そんな景色の中から十勝岳の景観の美しい場所として厳選された上富良野八景。今日はその上富良野八景の一つ、和田草原とどんぐりの里をご紹介します。和田草原とどんぐりの里は JR 上富良野駅から 2.5 キロほど東に位置しています。道道291号線と東4線道路の交差点北東側の小高い丘にあります。交差点のすぐ横が駐車スペースとなり、草原への登り口があります。そこから息が切れるほどの急な斜面を 2,3 分登っていきます。斜面を登り切るとパッと目の前が開けて雄大な景色が目に飛び込んできます。見渡す限り緑色の草原が広がっています。広々とした草原の向こうには十勝岳連峰の山並みが見えます。雪解けが進み山肌が見え始めた美しい富良野岳や十勝岳、草原の新緑と木々の深い緑と山々、なんとも美しい景色です。広い草原を歩いていくと上富良野八景の標識が立てられていました。向かって左側、頂にまだ真っ白い雪が残る円錐形の山頂が十勝岳です。十勝岳の方向に向かって草原を歩きます。歩いても歩いても広い草原が続いています。先ほどより十勝岳が大きく見えてきました。うっすらと立ち上る噴煙も見えます。十勝岳がとても近くに感じられます。南側に目をやると富良野盆地や春霞に煙る富良野西岳や芦別岳を望むことができます。雄大な山々に囲まれた富良野盆地、これから美しい景観を一層楽しめる季節になります。ここは訪れる人も少なく静かな場所です。ゆっくりと山や大地、
緑の木々や大空を感じることができました。静かに豊かな自然を楽しみたい方におすすめしたい場所です。